先ほどあの市長 の、 あの回答の中にですね、あの限られた財源、あの税金の使い方っていうお話もありましたけれども、あの、まあ、カジノ誘致にね、私たち の、 あの大切な税金を使うのではなくて、黒字の地下鉄を民間に売らずに、もっとあの市民目線で、あの行政をやれば市民サービスの向上にもつながるのではないかなと思うし、税金の使い方をもっと考えていただけたらなと思っています。事実問題あるとお伺いしております。あの今、あの今ご意見がありましたけれども、あのまあある特定のそういう政党はよくあのカジノに税金使うと言いますけど、カジノに税金は一切使いません。これは民間が投資する話なんで、皆さんの税金があの IR カジノ、カジノカジノと言いますけど、これ統合型リゾートですから、特定の政党がこういうね、あのもう間違った情報をルーフしてますけど、これだけはっきり言っておきます。IR カジノには一切税金使いません。逆です。民間事業者が大阪に投資してくれるんです。その額はもしできるとすれば、民間のお金が5000億から1兆円大阪に投資されると。税金は一切そちらには入りませんから、そこはご心配いただかないようにしてください。はい、冒頭見ていただきましたのは、マルチの集会とかではないですね。今からもう結構前のことなんですけども、平成28年12月22日に大阪都構想みたいなやつのなんか住民向けの説明会みたいなのをしてた場で、そのカジノで税金使わないでくださいみたいな質問が来たら、なんかカジノに税金使うとかデマ流す、まあこれ共産党多分念頭に置いてるんですけど、奴らいるけど一切使わんと。何回も言ってるでしょ、これ。カジノに税金は一切使いません。何回も税金は一切使わんって言ってたんですけど、まあこれね、湯水のように税金を使うという、まあ、フェーズに入ってきたというのが、ちょっと今週起きたことなんですね。で、今週ちょっと起きたことを中心に、まあ、このカジノっていうのが、その万博よりやばいことになる可能性があるっていう話をね、まあ、少ししていきたいなと思います。で、本題に先立って今日の22時からツイキャスでメルマガ会員向けの配信をしますので、興味ある人はまあ登録してみてもらえればと思いますけども、テーマとしては、まあ、今週配信した、まあ、ちょっとその300年の時間軸でリベラリズムという思想が、まあ、受け入れられなくなっている理由について、まあ、論じたものをね、ちょっと紹介させてもらおうかなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、ちょっと本題に早速入っていきますけども、まずね、9月5日に、一つ大きな動きがあったんです。で、ちょっと毎日新聞の記事がわかりやすいので引用しますけど、IR 用地の土壌対策をめぐっては、今回、IR 開業後にホテルや展示場の施設を増築した場合の対策費や、想定外の地中埋設物が見つかった場合の撤去費についても、新たに大阪市が負担することが明らかになったと。追加負担の額は見通せず、公費負担がどこまで膨らむかは不透明だっていうふうになってて、まあこれ、まあカジノだけにとどまらずですね、まあなんかショッピングモールっぽいのを作ろうともしたりしてるみたいなんですけど、まあその夢島においてね、土壌関連で問題が生じた場合は、もう大阪市が全部税金で負担しますと。いう噂を言ってるんですよ。カジノに税金は一切使いません。これね、すごい話ですよ。はい。公費負担ってもちろん税金ですから、これロイター通信とかも報じてるんで、別になんか、朝日新聞とか毎日新聞が変更報道してるとかで話でもないんですね。はい。で、冒頭ね、喋ってた人は、どう割り引いてみても僕、虚言症だと言っていいと思うんです。これだけはっきり言っておきます。IR カジノには一切税金使いません。松井ロジックでは、なんか上物自体は業者が出すんであって、税金は1円も使われないから、公費負担ゼロ、税金ゼロっていう、まあロジックっぽいんですけど、過去の見てるとね、吉村さんもそうですが、まあこれ税金一切使わないって、有料5人そのものですよね。
はい、ぜひ使いまくってます。はい、当たり前ですけど。これ当初から言われてたんですよ。だからこれ、私立高校無償化詐欺と同じで、そう、私立高校全然無償化されてないのに、私立高校無償化無償化って、もう、選挙のたびにね、言いまくって、で、それでなんかこうね、大衆の支持を得ていくっていう、詐欺的手法を、IR カジノにおいても、まあ、行ってるというだけの話で、なんかその私立高校無償化詐欺と同じようなことをもう、四六時中やってるのが維新の会ってことですね。うんで、まあ今後ね、徐々に、いやこれ当初言ってたことと違うくねえかって、まあそういういわゆる詐欺に気づく人が、まあ出てくるわけなんですけど、まあこれね、夢島にこのなんていうんですか、土壌改善でいくらでも金出しますよは、ちょっとね、最悪だと思うんですよ。夢島って、まあ、辺野古と同じで、その地盤がガバガバなんですね。これはもう前から言われてるんですよ。だから、なんていうんですか、逆に使い道がなかったんですよね。そんなになんかいい建物と建てられないから。で、地盤がガバガバで、で、今ね、辺野古でもやってますけど、もう大量に土砂入れたりとかして、なんか補強したりしてるじゃないですか。ああいうことをしないといけなくなるわけです。で、そういうなんか、建てる前の、もう、いわゆるインフラ整備っていうんですか？もうそこはどこまででも面倒見ますよみたいなことになっちゃってるんですが、この費用がね、もうなんか桁が何百億とかにやっぱすぐなっちゃうんですよ。で、これから万博で、まあ遅くなってるとはいえ、パビリオン建設っていうのがまあ始まると思うんですけど、僕、これ多分まだリスクとして過小に見積もってる気がしてるのは、その万博のパビリオン A っていう、まあそれなりに立派な建物をね、夢島に建てようとした時に、作る段階で多分問題生じるんじゃないかなと思うんですよ。地盤のね。うん。で、そこでね、止まったりとか、改良しなきゃなんないってなったら、まあ万博はもちろんこけるのは当然のことながら、まあカジノの方もね、もっと追加でお金必要じゃんとか、まあ、後にも少し話しますが、業者がもう撤退しますって言い出しかねないんです。そしたらもう膨大な公費を使っただけで終わるっていうね。もう、吉村さんとかがよく批判してるワールドトレントセンタービルの比じゃないぐらいの最悪の、箱物行政というのを、まあ、やったことになってしまうわけです。はい。まあ、万博もね、発泡スチロールとかテントでやれば、まあ別にその辺の問題っていうのはクリアされるわけですけど、まあ、それなりのものをね、今作ろうとはしてますから、本当にね、設計書作って、資材搬入した後に、これ作れないっすね、みたいになったら、本当に悲惨です。うん。で、カジノについて、ちょっと戻すと話を。まあ、大阪市長の淀川山さんはね、大阪市にリスクの低い契約だって昨日も言ってたんですよ。でもね、これ、素人が見ても、どう考えても業者がもう有利すぎる契約です。で、どういうものかって言ったら、まあ、そのさっき言った、大阪市がね、もう湯水のように公費負担してでもインフラ整備しますっていう話もさることながら、2026年の9月までなら契約を一方的に解除して逃走できるんですね。はい。この契約解除事項というのは3年延ばされたんですよ。本当はもう終わるはずだったんですけど、まあ、どんどん遅延してるんですよ。で、遅延してる理由っていうのは、まあ、いろいろあって、で、その中の一つが、まあ、言うたら、その業者側がね、この夢洲の土壌がガバガバすぎるっていうのを懸念してるんです。で、その改良工事重ねてるうちに予算と時間がどんどん伸びてるっていうのもあるし、まあコロナの影響もあったし、まあいろいろあるんですけど、まあこの一つっていうのがあると。で、ちょっと毎日新聞のね、さっきの記事の別の箇所にも重要なことがあるので、まあちょっと引用しますと、IR 用地の土壌対策をめぐっては、今回、IR 開業後にホテルや展示場の施設を増築した場合の対策費や、想定外の地中埋設物が見つかった場合の撤去費についても、新たに大阪市が負担することが明らかになったと。だからもう 何でも負担すると大阪市が。で、追加負担の額は見通せず、公費負担がどこまで膨らむかは不透明だ。IR は本来、民設民営の事業だが、市は21年12月、液状化リスクのある土地での大規模開発は極めて困難とする事業者の求めに応じ、液状化対策約410億、汚染土の処分約360億、地中残地物の撤去約20億円の計788億円を上限に全額の公費負担を表明したと。で、大阪維新の会が過半数を占める大阪市議会もゴーサインを出したとなってます。で、市がこれまで大阪湾の埋め立て用地の売却や賃貸で液状化対策費を負担した例はなく、その後に問題が生じても責任を負わないとする従来の姿勢とも矛盾する異例の対応だった。
一方、IR 用地の年間賃料は約25億円で、市が事業期間の35年で見込む賃料収入は計880億円となるということで、賃料収入がね、もう超えちゃうかも、みたいな感じなんですよ。35年でペイしようとしてるやつが。これ泥沼ですよね。そんな感じなんですけど、で、なおかつ、さっきも言った通り、これ、整備してもね、建物工事する前に逃げられる可能性あるんですよ。一応その、整備しました。じゃあ、火事の業者さん、建物作ってくださいっていう流れじゃないですか。でもその、整備しましたって言った段階で、契約解除しますって言われて逃げられる可能性が出てきてるんですよ。はい。ちょっと会見の一部、これ見てみてください。ちょっと懸念しているのが解除権のところです。市長はその後の囲みで、その解除権を使うことは、そう蓋然性は高くないという趣旨のことをおっしゃってたと思うんですけれども、経緯だけ見るとですね、今年の7月13日から9月30日に延びて、さらに3年延びて、2026年の9月30日まで解除権行使できる期間が延びました。この3年間というところ、いろんな要件があったと思います。資金調達であるとか、コロナであるとか、土地課題の問題であるとか、これ3年間を延ばすことを認められたというのは、一定の合理性があるということだったと思うんですけど、それはどこに合理性を見出されて、この3年間で延ばすことは大丈夫だと思われたんでしょうか。解除権を行使する蓋然性はその高くないというのもこれまでお伝えしてきましたし、でまず一つはその今おっしゃられた通り、これもう当初の計画から言うと結構伸びてるんです。それも逆に言うとその伸びすぎじゃないですかと言われるぐらい、2030年秋にこの開業になってますし、手続き面に関してもですね、国の認可申請もかなり1年伸びましたし、そういった中でも事業者は前向きにですね、かなりのリソースを割いてこの実現に向けて協議して、しかも投資額がですね、1兆2700億円なんです。これは事業者の投資です。1兆2700億円を投資するという事業者がですね、それもかなりの長い時間、リソースを割いてこの協議に乗っているというのは、僕は逃げる前提とかですね、解除権行使する前提っていう、冷やかしって言ったら言い過ぎですけど、そういうところはもう欠片も感じてませんで、全力で前向きに取り組んでもらってると思ってます。で、その上で、いわゆる前提条件に関してですね、税制の部分や前提条件に関して整ってないところが、これ大きい投資ですから、1兆2000億円を超える大きな投資の中でですね、適切に解除権を少し伸ばすっていうのには僕は合理性はあると思ってます。合わせて解除権で、その市の負担だけ増えてですね、解除権行使されて、要は市が液状化対策だけやって払い逃げみたいになるんじゃないかっていうご指摘もありましたけど、これもこの実施協定の案の中にも入ってますけど、要は払い逃げというのはできない想定になってまして、もう事業実施する前提でですね、事業解除権がなくなって以降、初めてこの、やから大阪市が払って IR 事業者が逃げるということができない設定になってますので、大阪市のリスクについてですね、たくさん報道の中でご指摘いただいたのはもちろん存じ上げているんですけども、非常に市側のリスクは僕は低くされていると思いますし、事業者がこれで協定書を解除権を行使して事業がなくなるという蓋然性については、依然として高くないと思ってます。その一定は理解できるんですけれども、その2026年9月という日付なんですけどね、大阪市の方ではですね、液状化対策の工事にこの2023年秋から入られて、これで大阪市側の工事が終わる日付って、特に記載なかったと思います。これはいつに終わる予定ですか。具体的に終わる日程ちょっとご確認いただけますか。でも、順次施工していくと思いますので、それ何かご心配、要は。つまり2024年夏ぐらいから IR の準備工事、これ IR 側がやるとは思うんですけど、入るんで、それまでに終わるんかなと、土地の改良とかはですね。それはそうじゃないとできないですからね。ですね。となるとですね、いろいろな理由の中で逃げるっていうのは少ないということはおっしゃるんですけれども、
可能性としてですね、2023年から、まあ、土地改良をしました。それが788億円ですよね、使うお金っていうのが。で、でも2026年の9月30日に解除できるのであれば、そこで解除してしまったら、この788億円というのはスキームとしては賃料で35年で800額から900額の間だったと思うんですけど、ここで返済していくスキームでしたから、これが使えなくなるんじゃないかという懸念があると思うんですけど、そこはいかがでしょうか。これは当日の戦略本部会議やですね、福祉と推進本部会議の中でも協議はしてますが、液状化対策等の土地課題対策工事の一部については土地引き渡しの前から実施することとなるという、まあ、それはそうですね。ただ費用の支払いはですね、前提条件充足後の土地引き渡し及び建設着工が行われた場合ですね、つまり解除権の執行以降としておりますので、いろいろご懸念かと思いますが、リスクに関しては少なく設定されていると思っています。もう一点なんですけど、ここの2020、この骨子案が通ってですね、実施協定が結ばれて、それから認可という、事業者に対する認可ということになると思うんですけど、でこの認可後に、解除権を行使する、そういった場合は認可は生きるということになるんですか。認可後に解除権を行使、この9月末に例えば国から帰ってきて、9月末にもし認可が出たとします、でもその後にですね、事業者が、何らかの理由で、項目はいっぱいあるんでどれでもいけると思うんですけども、もし、解除権を行使した場合、事業者は認可を受けて、その認可は生きたまま解除して、この事業自体はなくなるって、そういう可能性もあるんでしょう。ご指摘の状況がどういう状況か、ちょっと私もイメージつかないんですけど、解除権が行使されたら事業者はその事業の該当者とはならないので、それも別に辞めますって言って、はいどうぞ辞めてくださいっていう話じゃなくてですね、これは当たり前ですけど、事業のいわゆる前提条件等を見てですね、そこに一定の合理性があればというところですから、これまでもう山ほど協議は積み重ねてきて今の状況があるわけで、いろんなご懸念もあると思うんです。こう解除権が延ばされたから、なんか事業者の大阪市だけがなんか払い損やとか、事業者が一方的に逃げるリスクがあるっていうご指摘も分かるんですが、この間の現実的な部分を見てですね、今おっしゃれるような状況や解除権を行使されるっていう可能性についても僕は非常に低いと思ってますし、とはいえもうなぜ前向きに協議を進めていきたいと思います。そういう解除権の行使やですね、全体条件が整わないと、そういった状況にならないように、民間事業者としっかり連携して、事業が成功するように進めていきたいと思います。何を懸念しているかざっくばらんに言いますとですね、一部の専門家の間ですとか、そのギャンブル依存症に関することの活動されている方々ですとかの間でですね、MGM 本体もそうですけど、もうオンラインの方に主流に行ってて、オンラインの方で生きていきたいんじゃないかと。で今アメリカで起こっているのはですね、そのオンラインの事業者はですね、リアルで認可を取った事業者なんじゃないとダメだよっていうようなことをですね、MGM とかそのサンズとかですね、要するにリアルでやっている人たちがですね、協会を通してそう打ち出してるんですね。専門家の方が懸念されているのは、だから認可さえ取ってしまえば、その国内でオンラインの合法化の動きがあって、そちらに行ってしまうんじゃないかと、そういう懸念のされ方もしているんですけど、ちょっとこれは想定の上に想定重ねた話にはなるんですけど、そういったことをこうリスクの一つとして考えられているということはありますか。そもそもの協議が、綿密に計画されたですね、ブランドイメージですね、エリアのブランドイメージを持って、で投資額も含めてこの計画でいきますというふうに出されてます。でその計画にのっとって、それが適切に遂行できるように、府市としても、そして国としても事業環境を整えているという状況なので、
ご指摘 の、 最悪のイメージっていうのはもしもにもしも重ねたというかですね、 あまり想定しづらい状況だと思いますので、1兆2700億円という投資額も具体的に出されておりますので、もうそれにのっとった事業計画がされると思いますし、そういう投資をしてくれると信じて、僕らも官民連携してしっかり進めていきたいと思います。はい、で横山さんはね、もう対等な契約だと大阪市にリスクが少ないってずっと言ってるんですけど、どう見ても違うでしょ。夢島の整備費用やキャンセル料、撤退費用含め、業者が普通はね、対等だったら何パーか負担するとかってなってないとおかしいのに、一方的に全部負担してるわけですよ。で、もともとね、この当該のカジノ業者って前言った通り、著作権違反みたいなめっちゃしてたんで、めっちゃ問題になったじゃないですか。で、そのね、著作権者が断ってるのに使用するっていう、とんでもないことまでやってたんですけど、そんな業者をね、つまみ出せないぐらい、まあ、この業者に下手に出てるっていうのが、いわゆる大阪市が置かれてる状況なわけですよ。まあ、他にやりたいという業者がないと。で、そのね、でもこの業者さんが、いやもうやっぱ逃げますわみたいなこと言われたら、まあ終わると。で、契約上はそれは手続き的に何ら問題なくできてしまうと。で、横山さんとしては、でも、そんなことないと思いますけどね、みたいな。結構お金とリソースつぎ込んでますから、みたいなこと言ってますけど、まあね、儲からないとなれば逃げれますからね、普通に考えて。これ、想定外のことは起きませんって、何回も言ってるんですけど、そもそもね、これ前見てたことありますけど、松井さんの2019年の記者会見で言ってた話って、当初の想定ではもう25年にはね、カジノ開業してるはずなんですよ。万博と一緒にやってるぐらいの勢いだったんですよ。でも、なんか遅れに遅れて、もう2030年になりましたとかって今言ってるわけですね。で、その背景にはさっき言った土壌の改良とかが、まあ出てきたりしてるわけですけど、まあこれね、素人目に見ても全然想定外のことばかり起きてるのに、なんでこれだけ想定外のことが起きないと思ってるのか不思議で仕方ないわけです。で、まあさっきの記者会見の一部でちょっと出てた点も、まあ興味深く僕も聞いてたんですが、カジノ業者として認定した上で、この建設事業から撤退してオンラインカジノを日本でやり始めたらどうすんのっていう懸念があるらしくて、まあ、部分ない想定だとは思いますけど、でもカジノ業者として認定されました。でも大阪 IR でカジノはやりません。ネットでやりますみたいな。はい。カジノ業者的にはね、でもこれ一番儲かるんですよ。で、まあ、建設業者とかにちょっとキャンセル料払うぐらいで済むと思ってて、まだ払ってすらないのかなとも思いますが、まあ、いずれにしても、そういう悲惨なシナリオ、最悪のシナリオっていうのは、まあ、あり得ると。今回の契約の延長とかでね、その解除事項の延長か。で、僕もね、このカジノっていうのはなんか裏があるんじゃないかなと思うんですよ、もはや。大阪 IR って、これ前、だいぶ前に紹介しましたけど、2000万人来る想定なんですね、年間に。安定してですよ、35年間。無理でしょ。だって USJ とかディズニーでね、ピークの時ですら2000万人全然行かないですし、まあ、万博も2900万人って適当なこと言ってますけど、日割りで考えたらありえないこと言ってますよ。大阪に来る観光客自体が今全員で1200万人。ピークの令和元年が1200万人ぐらいだったらしいんですけど、その時やっぱりね、大阪に僕も言いましたけど、オーバーツーリズム気味だったんですよね。で、そういうのがね、ガーって増えて、で、カジノに押しかけるみたいな絵が想像できますかって話ですよ。で、まあ、カジノがね、大阪 IR の収益の8割を稼ぎ出すっていう想定で、でそこからなんかキックバックをもらうっていう風に、多分しかなってるんですけど、日本人はあんま行かない想定なんですよ。日本人が入場料6000円取られるのに対して、外国人はタダなんで、外国人から基本的にお金をもらうっていう、まあ、スキームで考えてるっぽいんですが、とてもうまくいくようには見えないんですよね。これね、維新に好意的な大前健一すら批判してるレベルの公共事業なんですけど、この土壌対策費用でもう出す金額だけでもしかしたらもうちょっとカジノ収益採算っていうか大阪市として儲けないねみたいな状態になる可能性はすでにもう顕在化してるっていうことをね、今日はお伝えできればと思いましてお話ししました。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。